皆さん、こんばんは。宮大工養成塾ですね。塾頭の、かなつと申します。いつもですね、応援の方ありがとうございます。はい。宮大工養成塾ですけども、Facebook の方はですね、いいねがですね、2000件つきまして、まあ、Facebook の方はですね、まだまだなんですけども、それでもですね、290人ぐらいですかね、今、登録の方いただいております。はい。まあ、その中でですね、高評価とか、いいねとか、いろんなコメントですね、いただけることでですね、こういった情報発信ですね、頑張っていこうと、思えていますのでですね、またですね、今後ともですね、お付き合いの方よろしくお願いいたします。はい。それでですね、今回このタイトルにあります通りですね、令和の虎に出演しました。はい。令和の虎ってご存知ですかね？はい。まあ、簡単にわからない方もね、おられるかもしれませんので、ちょっとお話しさせていただきたいと思うんですけども、まあ、昔ですね、テレビ番組で、マネーの虎というのがありました。はい。マネーの虎というのはですね、要は志願者の方と、まあ、それを受けるですね、社長さん、まあ、社長さんのこと虎というんですけども、虎の方がおられてですね、で、その志願者の方がですね、自分のビジネスモデルを持ち込んでですね、私はこういうビジネスをしたいんだということを、プレゼンしまして、それが良ければですね、その虎の方が投資をするというか、まあお金を出すという表現ですかね。はい。そういった番組でした。はい。まあそれのですね、現代版が令和の虎になります。はい。で、この令和の虎はですね、ここの右下にもですね、令和の虎、人生はオールオアナッシング、岩井義明さんですかね、良明さん、義明さんですかね。はい。義明社長がですね、この令和の虎のチャンネルをですね、作られて、まあ、現代版のマネーの虎みたいな形ですね、まあ、を、運営されているということです。はい。で、この令和の虎が出演した、内容についてはですね、概要欄の方ですね、この右下のところの概要欄をクリックしていただきますと、令和の虎チャンネルの URL 貼っておきますので、そちらから、見ていただくということでお願いします。はい。で、それとですね、この令和の虎チャンネルはですね、3部構成になってるんですね。今回私が出演させていただいた回がですね、3分割されて放送されるようになってます。はい。で、放送はですね、本日の、だから7月の13日の20時からなので、この動画を配信している前に、同時かな、ぐらいに、おそらく配信されると思います。はい。で、3部作になってますので、13、14、15日ですね、の20時から配信されているということです。はい。この概要欄の方からですね、ぜひですね、ご視聴いただければと思います。もしよければですね、すごく面白い番組なので、チャンネル登録の方も、よろしくお願いします。はい。で、今回ですね、この令和の虎には我々出演したんですけども、まあ、内容はですね、宮大工養成塾を広めるための、資金が欲しいということですね。今、我々、まあ、独立交際さんでやってるんですけども、まあ、その中ではですね、やっぱりいろんな方々に知っていただきたい。で、まあ、このね、Facebook とか、YouTube とか、いろんなこういう空中戦でですね、いろんな方知っていただいてるんですね。で、体験いただいた方とか、お電話いただいた方とか、いろんな方がおられて、で、やっぱりこの私たちの考え方とか、はい、にすごく共感を持っていただいたと。で、すごくいいものを提供してるのに、これをね、やっぱ知ってもらわないとないのと一緒だと。ね、いつもそういうの言っていただけるんです。はい。で、それは大変ありがたいことだなと思いつつも、やっぱりこれをどうやって広めていくんだっていうところをですね、我々こう苦手としておりまして。まあ、こういった番組にね、出ることによって、またいろんな方にね、知っていただけたらなと思うことと、それとは別に、やはりこう、資金を使ってですね、広めていくということも必要だろうということでですね、出演させていただきました。はい。で、我々、この宮大工養成塾はですね、まあ、おさらいにはなるんですけども、今ですね、少子高齢化とかですね、過疎化問題ですね。まあ、都心部に人が集まるということでですね、地方におけるその神社仏閣がこう減少していっているというふうな問題があります。そうすればですね、当然、宮大工が、必要なくなるということも、まあ、当然出てくるであろう。
そしてですね、何よりも深刻な問題はですね、宮太鼓の数がかなり激減しているということなんですね。はい、地方の神社仏閣が減るスピードよりも、宮太鼓がいなくなるスピードの方がですね、今早いわけですよね。はい、だからこそ、今ですね、宮太鼓の人材不足というのがですね、深刻な問題になっています。はい。はい。じゃあ、その事業者さんが、ね、若い宮太鼓になりたい子を雇って、育てたらいいんだと、ね、いう、まあ、昔からの方法があるんですけども、やはりですね、これがですね、うまく機能してないですね、今。だから問題になってるんですね。はい。で、これを育てるってことが、やっぱり、すごく大変なことなんですね。お金もかかる。時間もかかる。ね。で、それ教える人がいれば、当然その教える人に時間が取られるわけですから、ね。生産できなくなる。ですね。この悪循環に陥っていると。はい。けども、これはね、やらないといけない問題なんですけども、まあ、業界として、これの問題に取り組んでいる方っていうのがですね、かなり減ってきたというのは、これ事実であります。はい。じゃあ実際何が行われているのかということはですね、今いる職人たちをヘッドハンティングするってことですよね。うん、それしかもう方法がないんですよね。はい。ということで、より育てなくなったらより減るわけですよね。はい。まあ、こういった状況があります。まあ、その中でもね、本当に、ね、業界の将来のためにですね、若い方をですね、育てるっておられる方もおられます。がですね、これは仕組みごと変えていかないと、今後ですね、これは、成り立っていかないというふうに、私は思ってますし、周りの方も思っています。はい。で、それで考え出されたのが、この宮大工政治部なんですね。はい。じゃあなんで若者が辞めるのか、ですね。はい。それはですね、社会における構造と学生が今まで経験している構造がですね、全然違うからなんですよ。この乖離が大きすぎるがために、これはやっぱ辞めちゃうんだと思うんですよね。はい。じゃあ、それ何が問題なのかというとですね、まあ、学校という環境ですよね。学校の先生という立場、学校における生徒たちのあり方が、かなり変わってきたと。はい。どう変わってきたかというとですね、学校の先生が怒らなくなった、地域のおじいちゃんおばちゃんも怒らなくなった、無関心になった。じゃあ、子供たちが、こう、怒られるっていう環境がないんですね。怒られるって別に悪いことじゃなくて、何かこういけないことをしたから、まあ怒られるんですけども、そして怒られるっていう名義がない子が圧倒的多数なんですね。はい。中にはですね、大人になってもですね、親から怒られたことがない。悪いことをしてしたのにも関わらず怒られたことがないという子が結構いてるんですよね。はい。そしたらですね、まあノンストレスで来た子たちがですね、社会に出たら実際どうですか？社会に出たら、もうストレスまみれですよ。ね。誰も助けてくれません。はい。そしたら、やっぱり、そういったところでですね、心が折れちゃって、辞めちゃう。ですね。で、ひどいところはですね、その業界自体が若い子に対して、なんていうんですか、いじめをする、嫌がらせをする。ね。まあ、暴力もあるところも当然あるでしょう。はい。じゃあ、ノンストレスで来た子たちが、免疫もないのに、それ長く続くかって言われたら、続かないですよね。はい。そういったことでね、なり手側の環境も変わってる。ね。なのに、受け入れ側の環境変わってないですよね。はい。まあ、受け入れ側は、そんなの関係ねえ、ということになるんですけども、ね。この現状を見れば、何かを改善する必要があるだろうと思いました。はい。で、この、我々がやってる、宮大工養成塾っていうのはですね、この住み込みが基本的な条件になってるんですね。はい。まあ、住み込みによって、そういったですね、社会に出るための基礎ですね。喋り方もそうでしょう。ね。掃除の仕方もそうでしょう。はい、ご飯を作るってこともそうでしょう。社会人としてまず自立するために、まあ、人間教育からですね、やっていこうというのがですね、我々の塾の特徴になります。はい。で、技術の方はですね、なんていうんですかね、1日2日で覚えるようなもんじゃないんですよね。毎日の本当に努力、ね、鍛錬によって、その技術がですね、形成されるものと私は思ってますので、まあ当然ですね、才能ってところも一部それはあると思います。はい。しかしですね、才能があっても努力しなければ、プロにはなれないですよね。はい。
まあ、簡単に言いますと、まあ、昔、まあ、皆さんが、自転車にね、初めて乗ろうとした時に、まあ、当然、初めすぐ乗れる方っていてないと思うんですよ。うん、けれども、何回も何回も、こう、自転車を乗ろう乗ろうとですね、チャレンジして、いつの間にかですね、乗れるようになってると。これはなぜかというと、反復してやってるからできるようになるんですね。はい。所詮はですね、人間がやることなんですよ。はい。この人ではないとできないっていうのは、おそらくは僕の経験上はないと思います。はい。どんな人でも、それを真剣にですね、毎日毎日やればですね、できるんですね。はい。で、我々この宮大工の仕事の中で最も重要なのはですね、その技術の部分で、最も重要なのはこの刃物研ぎなんですね。はい。刃物研ぎをこう毎日毎日努力してですね、できる子がですね、やっぱり上手くなる。はい。で、初めみんな刃物研ぎできないんですよね。うん。で、その刃物研ぎができるようになったらですね、おのずとですね、他のこともできるようになっちゃってるんですよね。はい。これ不思議なもんで。はい。で、研いでる途中にね、先生、もうこんなん私できませんよと、いつまで経ってももう下手くそのままですよと、まあ、言う子もいてるんですね。初めのまあ1週間、2週間ってね、みんなそんな時期ですよ。けどもね、1ヶ月間ね、本当に毎日毎日やってるとね、ある程度耐えないと出てくるんですよ。そしたらね、そこがちょっとまず自信になるんですよね。はい。で、それを1ヶ月で終わるんじゃなくて、次3ヶ月、半年、1年と、やっていくとですね、その平らな感覚とか、それをじゃあいかに早く綺麗にできるようになるかというかですね、そういったところに次元が移っていくんですけども、はい。こういったことはですね、専門学校とか、大学では当然しません。はい。けどもですね、宮大工になるためには絶対に必要な項目なんですよね。はい。それを私たちは、力を入れてですね、やってるんです。はい。だから、学校法人ではできないようなことを一般社団法人でやろうというのが我々の考え方です。そして我々のところでやった子はですね、3年後ですね、3年終わった後に、当然もう現場でですね、活躍できる子なんですよ。はい。まあ、墨付けとかそういうのはできませんけども、実際に刻んでいったりとか、段取りとか、材料整理とか、ね、先輩の身の回りの世話とか、言葉遣いとか、礼儀とか、全部できるわけですよ。はい。ね、けど、専門学校、大学行くとですよ。これ教わってないから、また一からなんですよね、結局は。うん。で、それでやめていく子も多いと。はい。で、そこが、やっぱり、本物志向というかですね、というふうに、評価いただいてるんですよ、実際に。はい。なのでね、それをね、あなた方、もうちょっと頑張ってね、広めるべきだというふうにですね、本当ね、もうおっしゃる通りなんですけどもね、本当にこの、けど、このレオの虎の番組と出会えてですね、本当その可能性が広がったっていうのはですね、間違いないかなというふうに、思っています。はい。まあ、この塾をですね、いかに広げていったらいいのか、まあ、そういったところですね、この番組の中でもですね、社長さんの方からですね、ご意見いただいてますので、まあ、そういったところもですね、見ていただけたらなと思います。はい。まあ、私はちょっと緊張してですね、僕もまだちょっと見てませんので、ね、どういう風に映ってるのかわからないんですけども、ちょっとですね、お恥ずかしがながら見ていき、行きたいと思いますのでですね、はい、概要欄の方からですね、令和の虎チャンネル、皆さんぜひですね、ご視聴よろしくお願いいたします。はい。今日もですね、長きにもう15分ぐらいになりますけども、この動画ですね、見てくださり、ありがとうございます。皆様ですね、いつもこう、いいねとか、超いいねとか、高評価とか、コメントとかですね、頑張れとか、ね、そういった、小さなっていう、まあ、大きなですね、大きな、励ましがありですね、応援がありですね、こういったことをですね、継続して、できてると思います。皆様が、私を動かしてくださっていると思っておりますのでですね、今後ともですね、ご支援の方ですね、よろしくお願いいたします。はい。未熟ではございますが、今日の動画は、これまでとさせていただきます。今後ですね、新しいこうコンテンツ、何かね、こんな動画も出してほしいよとか、こんなシリーズ出してほしいよとか、いうのがですね、ありましたらですね、ぜひぜひですね、コメント欄とか、直接メッセージいただけましたら、そういう回をですね、
作って発信していきたいと思っておりますのでですね、まあ、そういったコメントとかもですね、よろしくお願いします。はい。じゃあ今日はありがとうございました。令和の虎チャンネル、タイガーファンディング、ぜひですね、ご視聴ください。そしてですね、この、右下にあります、この令和の虎ですね、岩井社長の著書ありますのでですね、欲しい方はですね、Amazon 等で多分買えると思いますので、ご購入よろしくお願いします。ありがとうございました。